ウォレントはアメリカ合衆国出身のグラムメタルバンド。1980年代に流星した LA メタルムーブメントの末期にメジャーデビュー。当初から数百万枚以上のセールスを記録するなど早々に開花し人気を博した。その後、右与曲折を経ながらも古き良きアメリカンロックを続けている。1984年にギタリストのエリック・ターナーを中心に結成された。 結成後ほどなくして、ベーシストのジェリー・ディクソンがバンドに参加し、プレン・ジェーンで活動していたシンガーのジェニー、レインの引き抜きを経て、デビュー時のラインナップが完成する。バンドは、ロサンゼルスで活動を続け、各方面との交渉で、最終的にコロンビアレコードと契約。1989年にデビューアルバム、マネー・ゲームを発表する。その後、バンドは、ポール・スタンレーや、 クイーンズ・ライク、ポイズン、キングダム・カムなどとツアーを行った。やがてこのアルバムからのバラード、ヘブンが全米2位の大ヒットとなり、アルバムも200万枚を売り上げる大成功を収めた。一躍人気バンドとなった彼らは、続く1990年にセカンドアルバム、いけない、チェリーパイを発表。200万枚を売り上げ、全米7位に送り込んだ。またバンドは再び、 ポイズンとのツアーを行う。やがてグランジが台頭すると、1980年代に活躍した他の多くの LA メタルバンド同様に、彼らも旧世代のバンドというレッテルを貼られ、人気が低迷してしまう。彼ら自身の音楽性も、1992年のサードアルバム、ドッグイートドッグ以降はグランジに接近したものへと変化していったが、時代の逆風に打ち勝つことはできず、 かつてのような成功を収めることはできなかった。2004年、ジェイニー・レインが脱退すると、デビュー当時のメンバーで、長らくバンドを離れていた、スティーブン・スウィートとジョー・イアレンが、バンドに出戻り、シンガーを除いたデビュー当時のラインナップが、再び集結した。バンドは元、ブラックブルーのジェイミー・セント・ジェームズをシンガーに、迎え、2006年に、ディクソン、ターナー、 ジェームズの3人を中心に制作され、LA メタルゼンとしたデビュー当時の音楽性を復活させたアルバム、ボーアゲインを発表した。2008年、ジェイニー・レインが再びバンドに復帰し、十数年ぶりとなるオリジナルラインナップでの活動を再開したものの、ライブでのパフォーマンスの悪さを理由に、バンドはジェイニーを早々に解雇。代わりに、元、リンチモブのロバート・メイソンが加入した。 その j ーニー・レインは2011年8月、ホテルで遺体となって発見された。2017年、6年ぶりのアルバム、ラウダー・ハーダー・ファスターをリリース。それぞれのチャート最高位はビルボードを参照。1990年9月4日に、東京の潮止めに、かつて存在したライブハウス、パックスシアタアサイカにてライブを行ったものの、オールスタンディング席だった会場の観客が、 将棋倒しになる事故が発生。ライブは中断された。その後、1991年に、チェリーパイツアーとして、また1994年にも来日している。1994年のライブでは、ドラムのジェームズ・コタックがライブ途中で足を負傷し、ジェーニーがドラムを叩き、ジェームズがザクラッシュの、シュットアイステイシュット、アイゴーを歌うという一幕もあった。 ありがとうございます。